で、この聴者への鍵をゲットしたと。あ、なるほど。把握。アイテム落ちてない？ある。隠された月長石。月長石って読むんか、これ。なんだ？月長石？なんかやだな、ダチョウみたいで。五感が。で、月長石かな。あそこにあれじゃない？スターゲイザーがあるんじゃない？スターゲイザー。これもこの世界に順応できてきた気がするな。これスターゲイザーでしょ。いいね。ね、しかもあのロバ全然経験値くれないんだけど。あ、そう、組み立て道具ゲットした。あ、ここで、あー、ここでなんかできるんだ。特殊攻撃を移せるとかそういう感じかな。とりあえずちょっとこのまんまで。えい。はい。ちょっとこのコンボを使いやすいのかもしれない。まあ打撃だからね。打撃は打撃で持っといてもいいだろうし。で、ここ行けないと、当然。うん。ワンサカいるね。俺さ。振りが早いからゴリ押しできる。あれってさ、これピンってやったら、あー、しびれるー、ボカーン。なるほど、なるほど。こういう使い方もできんだな。え、ちょっと、警棒、いいかもしれない。相性が。えい、えい、えい。ほい、ほい。ああ、折れてやんの。ほほ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 ほ
効果があるのか。なんか変な音した。なんだあれ。うわ、ちょっと強そうじゃない？あ、お前か。うっそん、リーチ短い。まあ防御しても全部のダメージを無効化できるわけじゃないんだね、相手も。もちろんそこは。早いな、なんか。OK。ちょっと被弾が多いな、なんか。これこのまままっすぐ行くっぽいよね。というわけで、こっちが寄り道だと、私は推測する。なに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 、あ、雷か。びっくりしたな、もう。これ何、気象。え、何これ。え、あっ、あっ、ビシャってなる。すごく。ここあれだよね、さっきの場所だよね。っていうショートカットができますよと。わあ、なんか中ボスみたいなやつ出てきそう。いるー。
あいつだけ？え、こんなあからさまな。大丈夫？大丈夫だね。あそこに強いやつがいんじゃん。こっちはルートだよね。で、こういうなんか強いやつって割と1対1で戦える感じだね。なんか、ごつくない？あ、頭ないのか。おい。おい。おいしょー。ふー。ほい。ここ。オーケー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 。いや、やりやすいね、コンボ。壊れた赤ん坊のぬいぐるみ。ここには生存者がいないよ。市役所のやつじゃん。え？気まずい。え？ダメ？これ渡さなきゃ。気まずいんですけど。とりあえずさ、パシュッ、パーン、パーン、パーン。あ、バレた。あ、バレちゃいます？ほい。いいね、これ、意外と伸びるね。うわ、なんもないの逆に怖い。あ、宝箱だーって言ってさ、なんか、いじめられたりしないのに大丈夫だよね。わーい。なんだ？操り人形破壊者のアミュレット。なんじゃいそりゃ。人形に与えるダメージが増加するだって。つけるだけで上がるとかよくね？え、警棒いいな。でも多分この先、もっと使いやすい武器とか、ん？ボスエリアの隣にある召喚の亀裂で星のかけらを使って除霊を召喚することができる。除霊はボスバトルで加勢してくれる。ボスやん。ボスやんけ。使ってみたい。ちょっと使ってみたい。せっかくの要素は使ってこうぜ。まだ出てこない？あ、ボスエリア入ってっから見えるのかな？もしかして。来てくれますよね、もちろん。アイテム使ったんだし。ボスやー。ボスだ。どんな敵だろでかくね？首傾いちゃってますよ。うわー。雷？
こいつスクラップ警備員。あ、誰かいる。あ、いた。あ、長っ。読めない。てん。これさ、後ろから。フルポッコじゃね。大丈夫。うわー、電気のエンチャンついてんのか。うぅ、ダメだって。なにそれ、やば。うわー、あ、掴まれてる。離せ離せ。これやだね。あいつの味方の正体何なんだ。俺感電ゲージが結構溜まってんだけど。あ、そう、これ使ってみよう。うーわ、ここでスクラップにしてやんよ。くらえ。え、強、こいつ。何この影。あ、名前がついてるとかそういう感じじゃないんだ。多分呼んだら毎回あいつが来てくれんだろうな。なるほどなるほど。毎回あいつだったら極力呼ばないようにやろうかな。めちゃめちゃ強かったもんね。これちょっと戻ってさ、あの壊れたやつとか渡しに行く。気まずいけど。かなり これが市役所か。ああ、なんかホテルにあったのと似たようなやつがあんね、これ。これでここは片付いたようだな。早くホテルに戻ろうぜ。あ、ここの鍵がないんだ。じゃあホテルに戻ると。どうする、それでさ、このお母ちゃんブチ切れてきたら。彼女を見つけたのね、優しい方。遠くからもわかるわ、私の可愛いエレナ。彼女を抱かせてちょうだい。さあ、私の声、会いたかったわ。あ、壊れちゃってる。ショックで。かわいいです。はい。これ嘘つかなきゃいけないな、きっと。それは人形だっていうんじゃなくて、かわいい赤ん坊だ。これ優しい嘘だよ。私の唯一の願いを叶えてくれた。私のかわいいエレナ、これから幸せになりましょう。本当にありがとう、優しい方。どうか俺を受け取ってちょうだい。あざっす。レコードを聞くは人間性よ。目を閉じて私と一晩中を踊りましょう。きっと楽しいでしょう。淡々と暗闇を慰める歌、あなたと夜の悲しみを付き合う声、フィール。なんかおしゃれじゃね。一応これ買っとく。電気コイルのなんか武器のやつ一応買っとこうか。え、ちょっとさ、いろんな武器も試してみようぜ。もしかしたらめちゃめちゃね、使いやすいかもしれない。ほう、割とリーチは長めの。生命力でもなんかすげえ欲しいな。すごい生命力欲しい。ちょっとこれであげるか。おざす。あ、それ用にいるのか。
あ、強いかも。ボス戦とかでなんか強そう。パン、パンっていうよりか、んー、パンで。いや、強いのでは、かなり。さ、お酒飲んじゃうとさ、寝ちゃうじゃん。なので、まあ、ちょっとね、お酒の次に好きなこういったカフェラテとかもね、飲みながら、ぼちぼちやっていきましょうかね。カフェインも注入してけ。俺、改造手術されちゃうんじゃない？パパ、ゼペットだ。めっちゃ父親面するじゃん、この人。なんで？お前は私の大切な存在だということを忘れない。そうか。インペリアスイートルーム。ああ、あの大通りの先に工場がある。たくさん人形が作られていると。友達の発明家のベニーニが戻ってこない。ね。なんだ？ P organs are the source of your powers. P 器官はお前の力の源となる。心臓だ、機械仕掛けの。何？まだ覚えることがあるんですか？ここは最後の避難場所。悪意のある者が入り込めば非常に危険だ。振りか？それは。ホテルのことを話す相手は慎重に選べ。特にストーカーズや錬金術師の類。どういうこと？ああ、じゃあ NPC が、まあ、この先いて、で、まあ、選択肢によっては来る来ないっていうのを選べるってことだよね、この言い方だと。で、悪意のあるやつを招き込んだら悪いことが起きるってことですか？で、何 P 期間ってなんじゃいP 期間って。フェーズ1、フェーズ5まである。フェーズ5警戒費ってよくない？ため攻撃、うん、締め攻撃力強化、絶対強いじゃんこんなの。クォーツめちゃめちゃ大事なんだけど。クォーツが足りません。あ、でこれでなんかいい感じに埋まったらフェーズ2に移れるとかそういう感じか。でも難しいね。あ、人形か、びっくりした。人が詰められてんのかと思った。これオープン。なんかめっちゃムキムキに見えない。これちょっと使いてえな。なんかこれが役に立つ的なことを言われた気がするよ。Here it is. The Nini works. Everything you see here belongs to the Nini. The classiest playboy and most brilliant in the world. Just ask him. Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied with that. 強っ。まあ、とにかくそのお父さんの友人のベニーニってやつを助けに来ゃいいんだな。で俺さっきのさ引き寄せるやつ、何こいつ、もう上がってこない。じゃあいいや。
跡の治療薬。こっから降りて移動するのかな。うわー、でけえやついるわ、あそこに。上から行くんだろうな。こっちから行くと多分正面から相手しなくちゃいけないから。ああ、それ壊れんのね。OK。 あのクソデカ野郎を正面から相手したくないんで。おい、でもあいつに邪魔されんだよな、きっと。先に倒しとかねえと。わかるぜ俺には。おお、やべ、けー、こういうとこってさ、こうやって、あ、渡れんね。なんか行ったらあそこにもいいんだよね。もういないよね。いやー、なんとかし倒したいな。あれも上から攻撃できるね。こっちは？絶対なんかあるよ。降りてみる？いやでもなんか先にさ、こいつ倒したくね。あ、でもこっちから行けるか。こっちから、それ工場感すごいね。すげえ、がっつり工場だ。あそこにぶら下がってるやつを見るぞ。おるな。じゃあもうここで一対一するしかないか、こいつ。結構暗いこれ。なんかゲボ飛んできた。ゲボ飛んできた。おい、あの女ゲボ入ってくるんだけど。吐くんじゃありません。うわー、結構リーチ長い。おいよ。こいつにそんな使ってらんないよな、こればっか。後ろ回り込めんだこいつ。おい、痛い。さあ来いよ。結構素手で殴ってくる感じね。止まれ、せめて感電せ。もうちょっとなんか溜めないダメとかあんのかな。そうだろ。
こうやってボン、よくないね、ガードしてっからだね。潰されちゃう。うい、硬すぎだろ。ふう。いいね。壊れんの。でも回復も使いすぎ。でここは後ろから回ってみるか。せっかくだから。派手でいいね。ん？なんか誰か銃撃ってきた？銃じゃない。火炎瓶だ。ぶねえ。投擲ナンバーワン。こっちは？なんか電話が鳴ってる。やだ怖い。出るやつおる？ある、こんなとこに。え、超嫌なんですけど。え、出る？誰ですか？コングラチュレーション。謎かけの王アルレッキーノ。はい、なぞなぞ。朝は4本足、昼は2本足、夕方は3本足。これ赤ちゃん、大人、老人とかじゃないの？うわー、人間でしょ。正解だ、素晴らしい。はい、なんか三位一体の鍵、レアアイテムが隠されているトリニティの聖域に入ることができる、だって。え、強っ。何それ。え、今のって一発勝負かな。よくあるよね、赤ちゃん四つん這いでね、成長したら二足歩行、大人で老人、あの三本っていうのはさ、杖つくからさ、老人っていう感じで、なんかありがちな、よう聞くクイズではありましたが。2体も下に転がってんな。いや、こういう時さ、引っ張るやつが、あー、まだそんないるのね。結構おるじゃない。頭、ぶつかってんねんぞ。もうちょいリアクションせえ。人形だからリアクションしないのか。普通にガーン言うてるけど。あっち、加熱。一気に敵出てくるとしんどいね。レアはマジで嬉しいよね。B こっちか。怖いなこれ。またなんか言ってる。あなたが締めるボルトが未来の一つとなりますみたいな。あ、ベニーニーワークス、霧がかかった昼。
あ、ベニーニってそうやって書くんだ。 We make tomorrow、 明日を作るって。